この斜面の反対側、その東側の景色になりますが、向こうには湯河村の町並み、真鶴岬、相模湾に浮かぶ初島、遠くの方には三浦半島や伊豆大島が、後ろとではありましたが、ご覧いただけたかと思います。また東京方面、さらに条件が良い日にはスカイツリーが見えることもあります。十国峠からスカイツリーまでは直線距離で約900キロでございます。変わりまして進行方向の風景をご案内いたします。右手に横に広く大きな山が見えております。あちらの山は標高1504メートルの足立山でございます。そして間もなく登ってきますケーブルカーとフレンジがあります。戻りまして、足高山のさらに右で、本日は晴れてよし、曇りでもよし、富士の山、元の姿は変わらざりきりと、古くから歌に歌われ、無事に描かれた富士山がございます。少々曇られておりますが、本日富士山のその綺麗な姿を見ることができます。そして、左手から正面にかけまして、駿河湾が広がっております。その駿河湾沿い、手前側、あちらに小さい山々が点々としております。その山々の一番右端のあたりが沼津市の中心街となります。そしてその沼津市のさらに手前の町並みが富士の白雪、朝日で溶けて溶けて流れて三島に注ぐと農兵節で知られた三島市になります。まもなく十国峠山麓駅に到着いたします。お出口は進行方向を向かって右側となります。ドアが内側に開きますので、ドア付近では黄色い線より下がってお待ちください。お降りの際はホームの階段となっておりますので、足元に十分ご注意ください。なお車内にお忘れ物がございませんよう今一度確かめください。本日は十国峠パノラマケーブルカーにご乗車いただきまして誠にありがとうございました。